バンホール、バンホール、バンフール社は、ベルギーのバスメーカー、コーチビルダー。英語読みで、バンフールと呼ばれることもある。1947年に、ベルギーのアントウェルペン州のリールの近くにある村で、ベルナルト・バンホールによって創業された。欧米でも日本同様、シャーシュメーカーとコーチビルダー、日本の車体メカーとは異なり、エンジン以外の足回りの設計、製造も行う。 ネオプランなどとの提携が進む中、現在なお独立を保っているメーカーである。アントウェルペンにある工場では、年間1300台のバスを生産しているほか、トレーラーの車体、バルクボディの生産も行っている。日本には1982年から輸入された。三井物産、カヨ自動車工業、名鉄グループが輸入元となっており、内装を行わないまま輸入し、 火曜自動車工業、または、名鉄整備が内装を担当したため、サロン使用などきめ細かいニーズに対応できた。1982年、ネオプランスカイライナーに続き、日本では2番目の登場のダブルデッカー。内装を担当した、火曜自動車工業の親会社になる、寄付バスが、インペリアルサルーンと名付け2台を初導入。1980年代後半まで輸入され、 二階建て、バスブーム中は、名鉄グループを中心に、日本中で見られた。1997年には、ハトバスが二台を定期観光バス用に輸入、ハローキティバス及びオープントップバス、オーソラミオとして活躍した。エンジンは、初期の輸入車は、メルセデス・ベンツ製。後期のハトバス輸入車はマンを搭載。常実の例以降導入が途絶えていたが、 日本製の2階建てバスであった三菱不桑エアロキングが2010年に製造を終了して以降ハトバスが海外メーカーを対象に同社の更新対象車種を模索しかし一般的にヨーロッパでのバスの車両規格が福音2.55メートルであるのに対し日本の道路法の規定では福音2.5メートルを超えると特大車扱いとなり全長、全高も 日本の規格に合わずそのままで、通常の行動走行が困難なこと、日本向けのサイズを納入するのにあたって、メーカー側から一定以上の生産ロットを求められたことから、メーカー選定が難航。最終的に、バンホールが日本向けにサイズを縮小したモデルをハトバスの発注ロットで生産することを承諾。バンホール、ハトバスに加え、エンジンシャーシを担当するスカニアとの三社による、 今日プロジェクトにより、約5年の歳月を費やして、日本向けモデルを開発、2016年に輸入が開始された。三社共同開発による日本向けモデル TDX24 は、欧州向け TDX25、全幅2.55メートル、全高4メートル、全長13.1メートルを、日本向けにサイズを縮小、全幅2.5メートル、全高3.78メートル、 全長11.99メートルしたもので、パワーユニットはヨーロッパのユーロ6及び日本の平成28年ハイガス規制をクリアしたスカニア製直列6気筒ディーゼルエンジン DC13115 排気量 12742cc 最高出力 410PS 最大トルク2150 n m メートルを縦置きで搭載し、 トランスミッションには12速、AMT、オプティクルーズを用いている。安全面では、衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、横滑り防止装置や、車間距離保持機能付きオートクルーズを備えているほか、クラリオンの開発した全周囲俯瞰カメラシステム、サラウガイを搭載している。車両価格は8000万円。TDX24 は、 スカニアジャパンが輸入元となり、内装が偽装された状態で輸入される。2018年、平成30年には高速路線バスとしては初めて、京成バスが導入し、3月29日より、東京駅単屋橋駐車場成田空港間の有楽町シャトルで運行開始。続いて、ジャムジャムエクスプレスが4月8日の東京ディズニーシー発、名古屋駅でお披露目。 名古屋発は4月9日発、4月20日発より、東京ディズニーシー大阪、神戸線に導入される。2018年7月14日より、JR バス関東がバスタ新宿 TDR の路線で運行を開始した。現在は、東京駅名古屋駅の東名ハイウェイバス、新東名スーパーライナー1を往復に当てられているが、2019年、令和元年5月17日より、 青春ヒルト9号と青春エコドリーム号にも充当される。JR バス関東への導入にあたっては、ハトバスが協力を行っているという。2019年、平成31年には JR バステックに新たに導入され、4月25日より東京駅、五殿場プレミアムアウトレット間の路線一往復に導入される。また同じ2019年、令和元年には、 西日本 JR バスにも導入され、5月17日より、青春ヒル特急号と青春エコドリーム号に充当するなど、エアロキングを導入していた事業者を中心に導入が進めている。1983年に登場した日本では、初の二軸スーパーハイデッカー。それまでのスーパーハイデッカーは、すべて三軸車であった。エンジンは、アストルメガと同じく、 メルセデス・ベンツ製。初導入は、アストロメガと同じく、寄付バスで、2階建て、バス、レッドクラウンジュエルとして5台在籍。その他ユーザーは、名古屋観光自動車、現、名古屋観光美給など、名鉄グループで、国内には14台輸入された。1984年に輸入された、後部2階建てのセミダブルデッカー。1987年から製造されたボルボ。 アステローペ、車体は、富士中工業と構造的には類似しているが、アンダーフロアコクピット構造で、全部も2階建て構造となる。センターアンダーフロアシャーシを用い、エンジンは、アストルメガ、アクロンと異なり万性が、標準設定である。わずか3台の輸入で、ユーザーは、名古屋観光自動車など、1985年に輸入された。 当時は日本では珍しかった路線バスの輸入車両。グライドスライドドアの前後、扉仕様。直列6気筒 5680cc エンジンをホイールベース間のドア側座席下に搭載しており、オフセットミッドシップレイアウト、中型路線バスでワンステップを実現している。通路幅を広げる目的で、後輪もシングルタイヤを採用した。導入は名古屋鉄道、 現、名鉄バスのみ、注釈、出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。